ミキサンタン TV。 ダイマミキです。小田智子です。今日はですね、はい、あの新しいアルバムのリリースの話をちょっとしようかなと。いよいよですね。5月の25日です、うん、はい。住居康先生が亡くなって、うん、もう2年ぐらい経って、うん、はい、あっという間なんですけど、早いです ね、 ね、去年ね、あの、うん、メモリアルの、はい、やりましたもんね。あれも1年ですもんね、だってね。そっか、1年経ちますもんね、うん、だから、うん、本当になんか月日は早くって、うんうんうん、コロナのぐらいからも本当にもっと前から早いんだけれども、このコロナは本当に早いですね、うん、へ、なので、亡くなって、うん、まあなんていうのかな、残してくれた曲とかいろいろ考えて、うんうんうん、やっぱり3人の、はい、なんかを残したいなと思って、最後にね、はい。で、橋本先生とかも話して、うんうん、それで、あの、アルバムをコロンビアから出すことになったんですけど、はい、コロンビアでデビューしたんですね、私はね、レコード会社ね、はい。でもその後ソニー行ったり、ビクター行ったりとか、いろんな。移籍をされてるんですよね。でも、昔々は本当に専属歌手って、いう感じで、移籍なんかしたら大変だったんですけど、そうなんですね、もう最近なんて一曲一曲違うとかね、うん、そういうのもあるんでね。うんうんうん、だからそういう、ことで、いろんなところの、出したやつもひっくるめて、うん、その中から選んだんですけど、はい、でもね、40何曲、50曲もないぐらいなんですね。でもそんなに収録されてるんですか、うん、そのアルバムの中で。あ、だから、それの中から、うん、ちょっと私は、アルバムに、いろんなところに選ばれないのもたくさんあってね、うんうん、その中で、はい、いろんなトリビュートの、アルバムもいっぱい出てるんですけれども、うんうん、収録されてないのとかね、これは面白いとかっていうのも選びながら、うん。うん、で、初期の頃は、洋楽曲も、うん、住居康先生、が、うん、アレンジしてくれたりとか。そんなことあったんですね。うん、で、選んで、うん、これ歌いなさいって選んでくる洋楽も全部旧先生だったり してるから、そういうのを含めて、うん、だから2曲は、はい、そう新曲 ね、ジャズオーバーさんと、はい、ラストラブソングっていう2曲を追加して、うん、昔のやつを選んで、はい、でそれもだからあんまりアルバムに選ばれてなかったりとか、なんかそういうのに選ばれてなかった、ごめんなさい、なんかいろいろあったし、のあって、22曲になったんですけど、はいはい、なので、タイトルが、トライアングルという、はい、3つ、ね、3つのトライアングルにして、はい、3人の絆っていうので、絆っていう歌もあるのね。それで三人の絆っていうのと、はい、あと、一粒の麦っていうね、一粒の麦、うん、聖書の中に入ってるんですけど、清先生の母品にもなってたりとかするんですね。そう、うん、で、その一粒の麦っていうのは、麦が落ちたら、そこから、いろんな根を張って、どんどん芽が出てくるというのが一粒の麦という。というのを教えていただきました。なるほど。はい、で、その、一粒の海っていうのを入れたりとかして、うんうん、5月の28日が清先生の誕生日なんですけど。そっか、28なんですね、うん、お誕生日。だけど、5が発売日だったりするので、5にしたんですね。うんうん、Amazon で、はい、予約すると、ビッグジャケットがつくという、なんかアマゾンだけの。そう、特典みたいなのが書いてありましたね。うん、っていうのをちょっと楽しみに私もちょっと、はい、しました。え、もう予約されます。自分で。私の周りの人もなんか予約しました。うんうんうん、ということで、はい、もしこれ、あとってことはないと思うんですけど。ないです、ないです、ないです。はい。ちょっと、っていうのはあるかもしれないんですけど。うんうんうん、でも、私は、最近はもう、昔々はレコード屋さんっていうのがあって、そこで売るっていうのが当たり前だったんですけど、はい、最近はもうほら、ステージで売ったりとかするので、それも持って行ったりとかしようかなと思ってますけど。なるほどね。うん。教室セットの思い出っていうのは、
すごい、なんていうのかな、お父さんみたいな感じだったので、怖かったっていうのがあるんですね。おっしゃってますよね。すごい怖かったです。で、厳しい、その、レッスン、例えばするときとかも、厳しい感じ、口調が怖い。っていうか、もう怖いと思ってるから怖い。そうか、そうか、うん。もう最初からちょっと。間違いないし、うん、ちゃんと的確なことを言われちゃうから、それで、なんか音楽以外の話してても、うん、もう、テンパっちゃうと、うんうん、言ってることがよくわからないみたいな、あったりするじゃないですか。そういうのもあって。で、晩年、すごくなんか、向こうも柔らかくなったし、丸くなったし、うんうん、私も慣れてきたから、そういう部分では話しやすくはなりましたね。はい、なので、亡くなるまでって、私がもう京都に移り住んでたので、私が東京に行った時に、京井先生ご夫妻と橋本先生ご夫妻と、5人でどっかお食事しましょうっていうのも、何日行きますとか言ったら、じゃあ、その時みんなで食事しましょうみたいなのが、あったりとか、あと、お誕生日には電話をして、誕生日に電話をして、おめでとうございますって言って話をして、それで、ずっと、それを欠かさずあったんですけども、亡くなる、年は、はい、その前の時は、ね、私喋ってたんですね。携帯に電話するので、携帯で喋って、で、出ない時は、お家に電話したら、今仕事でいないとか、なんかそういうのもあって、じゃなかったら今ここでご飯食べてるとか、そういうのもあるから、で、その時に、出なかったんですね、携帯が、その年はね。で、出なくって、それでお家に電話したら、奥様が、A ちゃんって言うんですけどね、教授先生の本名はね、渡辺栄吉さんなんか、A ちゃんなんですね。奥様は A ちゃんって呼んでらっしゃるのね。A ちゃんここで、笑ってるわって言ったから、私は、なんかしてるんだと思ったの。そのね、病気っていうのを知ってるけれども、そんなにひどくないと私は思ってて、その2年ぐらい前にみんなでお蕎麦を食べに行ったりとか した時があって、それからちょっと私も東京に行っててないのでね、で、お誕生日ぐらいしか。で、橋本先生と、もういつもお食事し、2人はしに行ってたりとかそれで、そういう話だったんですね。それで、でも気になってたのね、すごいね。ただ、恋っていうのもあるのね。気になってるけどね。そっか、うん。なんか、うん、ね。ちょっと、その、やっぱり寝てるとか、ね、具合悪いとかっていうの、ね、聞くとちょっと、ね、たくないっていうのもあるので、ね、なるべく、そうじゃない部分で、自分の中で、まだ元気でっていうね、うんうん、のを作ってたかもしれないですけどね。なるほどね。で、亡くなっちゃっても、でも、ずっと会ってたわけではないので、うんずっと昔の、そのまんまの、京井先生。そっか、もう記憶はそこで、ずっと、いい思い出として残ってる。うんうん、で、今の、京井先生が何かをするときの、ピアノ弾いてる写真とかあるじゃないですか。あれはちょっと若いときの写真なんですね。でも、あのイメージがやっぱり強い。私も。だから、京井先生はあのイメージでいいんだと。あの年代と。晩年のじゃなくて、じゃなくて。もう前世紀のね、ピアノ弾いてレッスンなさってる、こう厳しい、ちょっとこう顔つきでね。そうですね。はいはい。京井先生イメージですもんね、うん。だからご飯食べに行くたびに写真撮ってたりはして、最後会った時の写真もあるんですけど、でもそれはね、やっぱり出したくないっていうのかな。そうですね。うちの母もね、90で亡くなりましたけど、はい、うちの家、45歳ぐらいの時の家、うん。それがね、一番イメージに、私の中の母のイメージなの。年取った時のイメージだな、はい。というので、なんかあのイメージは、京井先生でいいのかなっていうふうに思ってて。だから、ね、うん、元気な春京平のまんまですね。うんうん、ね私の中ではね。で、ジュンさんはちょっと京井先生年上なんで元気です、まだまだ。元気ですね。元気です、もう。はい。で、もう、やるのも一生懸命、そういうのも、いろいろやってくださったし、東京行ったら、お家行ったりとかして、もう、ご夫妻で会ってるので、なんか、そういう部分では、亡くなっても、
あの、京平先生の奥さんとは電話で喋ったりとか、あの、そういうのしたりとかね、あったら、みんなで、東京行った時に、京平先生いないけど、みんなでご飯食べに行くとか、そういうのはあったりとかするんですね。なので、もう家族的な感じですよね、そうですね。いい思い出ばっかりで、このままやっぱり堤京平ちゃん、偉大のまんまの、すごい、京平先生と若い人たち、世代を超えて、もっともっとね、多分、こうしていただくと思いますよ。あんな方は出てこないですね。いや、本当にそうだと思います。あんだけジャンル広くてっていうのはなかなかないですよね。私やっぱり神様に選ばれたと、そういう巡り合わせがね。私もね、そうだけど、教師先生はやっぱ神様が選んで、そういうすごい大作曲家だってなろうと思ってなかったんだからね。ね、話を聞いたら。そう、橋本先生が誘ってなっちゃったわけだからね。それも運命ですよね。選ばれているんだろうなと。まあ、この、ね、いろんな世の中で成し遂げた人はもう神様を選んでると思うし、はい、まあ、いろんな人の人生は神様がそういうふうに決めているんだと思うんですけどね。そうですね。はい。ということで。はい。で、もう楽しみです。25日。25日。はい。はい、ちょっと宣伝のなんか出してもらって、はい。そうですね。え、今日は曲も聴いてもらってる？はい。流します。はい。じゃあ、その新曲、はい、ジャズおばさん。おばさん。どうぞ。はい、聞いていただきながらお別れです。またじゃあねー。じゃあねー。